スナー、エンタメ界の旬な人物を招きし、ご本人とつながりのある人々の声を集めて素顔を探るトークセッション。本日のゲストは爆竹櫻井敦と今井久志。1987年にメジャーデビューしたロックバンド爆竹、常に新しい音楽要素を取り入れ、25年間日本のロックシーンを牽引し続けている。そんな爆竹のニューシングルが、エリーゼのために。30枚目のシングルとなる今作は、ロックテイスト満載の爆竹の魅力が詰まった珠玉の一作になっている。この後お二人の素顔に迫ります。さあ、ということで本日のゲストは爆竹の櫻井敦さんと今井久志さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、さあ早速、はい、早速ですが、はい、フェイスマップの方をオープンしたいと思います。お願いします。はい、レイカーズの秋水さん、うん、あ、ガリガリの桜井さん、ムックの宮さん、はい、同じくユッケさん、そして DJ チャチさんにデランジェのテツさん、どんな質問がこのアーティスト系、ロック系、そうですね、集中しましたね。はい、はい、それでは準備はよろしいでしょうか。はい、はい、それでは質問スタートです。ロックバンドブレイカーズのギター秋秀さんから桜井さんへの質問、はい、カラオケで自分たちの曲は歌えますか？また他のアーティストの曲を歌うこともあるんでしょうか？はい、自分たちのは歌わないですね。他の人のはあのノリで歌ったりします。はい、どうぞ。ロックバンドデランジェのドラムテツさんから今井さんへの質問、海外進出に興味はありますか？ないことはないです、はい、ロックバンドムックのベースユッケさんから桜井さんへの質問、母親が大ファンです。実家も母の仕事場も爆竹さんのポスターで埋め尽くされています。そんな母に何でもいいので一言いただけますでしょうか？気さくな。ありがとうございます。今度お邪魔します。同じくロックバンドムックのギターミヤさんから今井さんへの質問、25年間バンドを続ける秘訣を教えてください。秘訣、5年前は我慢って言ってたんですけど、多分信頼じゃないですかね。ロックバンドカリガリのギター桜井青さんから桜井さんへの質問、カリガリには今後二度と演奏することのない曲が数曲存在するのですが、爆竹にもそのような曲は存在するんでしょうか？はい、あの一回もやってない曲あるよね。ある、多分一生やんない。音楽グループローブローズの DJ チャキさんから今井さんへの質問、今井さんみたいにレフティーでギターを練習したいのですが、全く腕が動きませんでした。今井さんは普段右利きだと思いますが、レギュラーハンドのギターも弾けるんですか？いえ、弾けません。今井さんから桜井さんへの質問、何時に寝て何時に起きますか？あんま知りたくないでしょ。今井さんが寝た頃に寝ます。今井さんが起きる前に起きときます。桜井さんから今井さんへの質問、おすすめの酒の魚は？え、今はなんかつカツオのたたきとか。ああ、カツオのたたきね、はい、最後の質問です。あなたの人生を変えたエンターテインメントとの出会いは？まずは桜井さん。はい、小学校の低学年の時だったと思うんですけれども、地元の町に1個しかない映画館で見た、時計は生きていたという映画ですね。続いて今井さん。はい、あ、YMO と RC サクセッションです。質問は以上です。ありがとうございました。さあ、詳しくお願いします。
しくラブの皆さんが、はい、もう公演通り ね、 ね一緒にさ あ、 あ手を振っていただけるとありがたいです、はい、イエス、さあ友坂さん、はい、どうぞ。そうですね、なんかやっぱりあの普段どんな生活をなさってるとかが全くこう生活感のイメージがないので、ね、カラオケとかそういうなんか日常的なフレーズが出てきてちょっとなんか安心しました、ね、そうですね、はい、そんな いらっしゃるわけでもないですよね、カラオケめったに行かないですけど、まあ、この間もツアー中に、あのちょっと羽目を外しまして、はい、そういうところに行ったんで、まあ、ちょっとやっぱりマイクがあるとどうしてもこう癖で、そうそう、やっぱりギターが欲しくなりますよね。そうですね、なかなか置いてないですね、はい、でも都内あったりするところもあるんですけどね。そうなんですか。あ、ギターが、ギターが、はい、そうすると何を弾かれるんですか。いやでも僕の場合左なんで、あ、そっか、あのわざわざこう貼り直してない、ね、結構ホッとしますね、置いてないんで。置いてない、はい、なるほど、はい、さあもう早速ちょっと伺っていきたいんですが、はい、そうですね、エリーゼのために、うん、はい、来週水曜日に曜日、ね、出るということなんですが、はい、今の日本にこういうロック思いを込めて出す、その思いって何ですか。前さんから、はい、まあ、ある人と、まあ、話飲みながら話をしてて、なんかもっとロックってエロかったり悪かったり、はいはい、そういう不良のなんだろう、ちょっととんがってる、そういうことを歌ってたよねみたいなのがあって、はい、なんか結構それに影響を受けてる、はい、なんか もうちょっとそういう本当にロックみたいなああいう思いをもう前面に出していいじゃないかと。そうですね、もともとが悪いで、もともと悪いというか、そういう届けたい思いをそのまま多分ぶつけさせてくれとだと思います、はいはい、なんか無理やり言わせてるのも面白いですけどでもなんとなくあのどうなんでしょう、これいろんなご意見あろうと思うんですけれども、その震災の後なかなかこういうこうグイーンとこう来るような思いをそのままなんかこうねぶつけるのはどうなんだみたいな、ちょっとそういう空気もあったりなんかした中でどうなんですかね、さっきさん。うん、やっぱりその気持ちはもちろんあの大切ですよね、うん、その皆さんのことを思うっていうのは、はい、それとこれとは別でやっぱり好きなものはもうしょうがないっていう、もう止められないっていうことでしょうね。で今回このスタイル貫き通す、なんかこう曲作りとかレコーディングとか何かありましたか。今回だから何か昔と違う、それとも変わらず何か守るもの、貫くもの。いや、ま、レコーディング自体はそういうことに何だろう、あまり影響を受けずにできたかなという、うん、まあ、とりあえずいいものを、音を取りましょうという、いいものを届ける。で当然これはあの、うん、ライブも当然皆さん期待していることでしょうし、うん、6月にありますよね。ありますね、はいはい、どんなライブに、もう普段通りの爆竹のスタイル。そうですね、でも何かこうやっぱり変えていかないとっていう、ね、うん、思いもあるでしょうし、もちろんあのいつもそうですけれども、はい、今年はまたあの25周年っていうのもありまして、はい、またあのいろんなこともできるかなと思います、うん、で9月には確かフェスティバルが、はい、その25周年祝って、はい、あの皆さんあの参加してくださるバンドの方々と一緒に盛り上げていきたいなと思ってます、はいはい、でも絶対やらない曲もある、やっぱりあるみたいですありますね、多分、はい、基準は何ですか。いや気に入ってないっていうか、なるほど、はい、気に入ってないって曲あるんですか。なんか、ね、ありますね出したけれどもライブでっていうことですよね、それとも僕無理やりフォローしてますか。いやいや、まあ、まあやらないだろうなっていうのありますよあ、でもね、ファンの方期待されてる曲とかも、期待曲とか ね余計に やれなくなってきますよね、そう言われちゃって。なるほど、かたくなにそれは突き貫き通すと言ってますんで、はい、いやーね、面白いですよね、はい、
で、結構お酒で以前のちょっと前のインタビュー確か拝見したところ、何かこうお酒でうまく何かこうバンドの絆とかこう盛り上がりとかがあるということらしいんですけど、そうなんですか。あのお酒の魚はっていう桜井さんからの、はい、やっぱりもうお酒飲むと普段喋れないことも、もともと長年やってますともう喋ることもないですし、普段何時に寝るのっていうのも無理やりです、ね、すごい質問でしたよね。そうですね、はい、なんでやっぱりお酒入るといろいろ話、くだらない話から身のある話から出ますから、はい、なるほど、はい、じゃあどんな問いかけでどんなお話がまたあるのか、はい、ちょっとね最後までお付き合いいただくんですが、さあ、はい、改めてご案内を。そうですね、はい、爆竹のニューシングルエリーゼのためには来週23日水曜日発売になります。さらにですね、同じ日にですね、はい、昨年の武道館ライブを収録したライブ DVD も発売されますので、はい、そちらの方も、はい、チェックしてみてください。さあツイートでいろいろいただいてますので、うん、最後までお願いします。よろしくお願いします。いろいろツイートいただいているはずです。お願いします。ツアー絶対行きます。その先の予定が決まってますか、年内、うん、お話できる、はい、いろいろ決まってますね、はい、あれお話いただけないですか、それはまだ6月の先、はい、でフェスもありますけど、はい、ツアー、はい、ツアー、はい、全国ツアーって、はい、全国ツアーがありますね。あります、はい、はい、何月だっけな、くれだよ、くれ、多分、はい、あ、秋ですか、ね、秋、はい、はい、ウェブサイトチェックしてください、はい、お願いします。はい、2人とも笑ってる、かわいい、かっこいい、これ質問じゃないですね。失礼。ドキドキです、あ、これも大好き、はい、かっこよすぎて何書いたらいいかわからない、皆さん悩んでるみたいですが、はい、あれそれ以上流れませんか、ツイッター、あれ多すぎてサーバーがダウンしてる、あ、どのぐらい台数ありますか、ギター100本ぐらいですか、ね、100本すごい、これ倉庫お借りになってますか、いや今適当に言いました、適当に言いました。バクチクのお二人です、ありがとうございました。